それではお時間になりましたので中川信一さんの発表です。タイトルは「野球を科学する技術」。Python を用いた統計ライブラリ作成と分析基盤構築です。それではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、PythonJP2017 や元井 Python スタジアムへようこそ。<laughs> はい、えー、いわゆる、えー、野球の人は今年はちょっと開幕投資として。 はい、このスタジアムの一番手として、ちょっと頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい。で、あのいつも通りまあ、ご存知の方もいるかと思うんですけど、私とかあと他何人かですね。it 勉強会とかイベントの発表をえっ、ー、と。 ユニフォームを清掃化しようという活動をしていましてでお願いとしましてはえとこれ着ている間僕フリー素材なんでぜひともハッシュタグ付きで,ですね野球の人だとかいろいろ清掃だとかってシェアしてもらえると嬉しいですそれがなんか仕事してる感があるんでぜひともよろしくお願いしますはいということで早速始めたいと思いますえと今日スライド77枚ぐらいあるんで結構巻きでいきます。 はいでまずお前誰よなんですけど、えー、と先ほどあの紹介した通り、り、えっ、ー、と一言で言うと私は野球の人ですといろいろ書いてるんですけど今日覚えていただきたいのはですね今はあのレッティというえと飲食のサービスでエンジニアをやっているのと個人的にはベースボールサイエンティスト野球統計学の人として頑張ってるのと、まあ、野球 Python とかあと Python 初心者みたいな本とかのやつでググると大体 SEO 的には1ページ目に出てくるという、まあ、そんな感じですと、はい、今日はこれ見えますかね うちの会社がやっとなんかスポンサーっていうかまあ所属会社がスポンサーなのちょっと初めてなんでちょっと嬉しいですっていうはいそんな感じですはいじゃあどんどんいきますえっ、ー、と今日のスターティングメンバーを品書きなんですがえっ、ー、と 大,体大きいわけで3つのパートで話したいと思っております。えー、とまずは「オレオレ野球分析基盤」というのを作りましたっていう話とでその分析基盤の仕組みというのを、えー、とそれぞれの Python のライブラリーとかフレームワークの話を交えて紹介したいと思っておりますであとは「野球を科学する技術」ということで、えー、と皆さんおそらく大好きであろう、えー、と野球の統計学の話をちょっとしたいなと思っています、まあ、ちょっと難しい言葉が並んでるんですけど、えー、と今回の分析テーマは「えー、4番打者が消えたチームのその後を追う」。 というなんかあのちょっと <laughs> 謎めいたタイトルなんですけどはい、まあ、ちょっと最後までお楽しみいただければと思っておりますはいでその前に、えー、この「パイコン j p と野球の歴史というのをちょっと簡単にまとめてみました、えー、と実はですね私これここにダーッて書いてあるんですけど2014年からえっ、ー、とありがたい話でも4年連続なんかこの話をさせてあの野球の話をさせていただいておりますとで今年はまあ,分あの科学する技術ということでいろいろ話をするんですけど実はですね2年前にやりたかったことがあります 2年前のこちらのパイコン j p 2 0 1 5の発表野球ハック Python を用いたデータ分析と可視化という発表をやったんですけどその時にですねなんかこう見てくださってる方が覚えてるかどうか分かんないんですけど最後にやりたいこととしてこれからの野球ハックという形でまあなんかこうデータドリム野球解説を実現するために基盤を作りたいとそういった壮大な夢を描いていたんですけどなんと今日の発表に関してはですねそれを作ってきました一部。はい。 ありがとうございます <laughs> ここあまりリアクション想定してなかった <laughs> はいでえっ、ー、とですねそんなオレオレ野球分析基盤をこんな、まあ、エンジニアリング的にはこんなルールで作りましたと、まあ、気軽に作って壊してまた作るみたいなところでトライアンドエラーを繰り返しながらやりつつもテストとか書いたりとかミドルウェアをどっかで再現性担保しながらやりましたっていうのとあとは使いたい試したいライブラリーを、まあ、枯れてようが枯れていまが積極的に活用理由は、えー、とクルスクラッチで作るとだるいからですとであとは世の中で使えそうなものとかはどんどん OSS にして公開ということで今回は野球の統計学の ライブラリーとあとはおそあの、まあ、なんかウェブの人とかインフラの人とか使っているであろうと基盤で使えそうなところをどっかのイメージにしましたというところを、えー、やりましたとでそんなところでですね、えー、と今回作った野球分析基盤はちょっと意味深な名前をつけておりましてオレオレ野球分析基盤ブラッドフォードってつけてるんですけどブラッドフォードっていうのは、えー、とアンケートを取ってみるかな、えー、とこの中で「マネーボール」という本,を本ないしは映画を読んだ見たことある方お結構多い。 3, 3分とまでいかないけど、えー、と40%ぐらいかなはいその中でですねあの下手投げの投手であのチャド・ブラッドフォードっていうなんかあの中継ぎが出てきたと思うんですけどこれがセーバーメトリックスで初めて発掘されたとも言っても過言ではない、えー、と名投手なんですけどその投手の名前からあやかってなんか隠れたものを見つけることができたらいいなという思いのもとこういう名前を付けましたとでそんな我々野球分析基盤の、えーまあ、ちょっと全体像をお見せするとですね 結構ですねこれ本当に趣味でやってるのかよっていうぐらいの自分でもな構造になっちゃいましてはい <laughs> 結構ですねこの辺のお察しなウェブサイトとかの情報を集めながらですねグリグリとこう Python のスクリプトとかで前処理とかをしながらデータベースに保存して可視化しますっていうことをやっていますとでちょっと順を追って説明するとですねえとまずここにデータを集めたいですとマイスール上に野球のデータベースを作りたいですといったところと あとはですね、じゃあ作るためにはもちろんこの辺のなんかさしてくださいっていう、まあ、情報もまたさしてくださいっていう感じなんですけどさしてくださいっていうところからまあスクレーピングをしますと。スクレーピングをした上でそれに対してなんかその野球投票額の指標とかってその都度計算したりとかあとは全体の成績が集まってからじゃないと計算できないものとかあったりとかするんですけどそれらを。 まととめててて分析して計算するいいうのをやっていてでこれを毎日時系列データとして貯ためなかったので毎日動かしたいといったところで、えー、とこれから紹介するら Airflow っていうジョブ管理の、えー、とフレームワークを使ってまあ実現しましたとでこれそれぞれこれ青い枠で作ってるのは変えて囲ってるのは Python でできてるものなんですけど、まあ、ほぼほぼここで Python でできていますと。 であとは、まあ、あの決まったメトリクスとかをリダッシュで見たりですとかちょっとした実験を Jupyter ノートブックとかでやったりですとかで、えー、とあとは、まあえー、分析環境、まあ、Jupyter を除く環境に関しては全て Docker のコンテナとして動かすという想定のもと,を、えー、と割とちゃんと作りましたといったところですと。で、えー、これからまあちょっとじっくり紹介していなはかな、はいで。そんな野球分析基盤を支える技術っていうところでもうほとんどこれ。 まあなんか今回もほぼほぼオールインワンの発表になっちゃうんですけど、えー、とスクレーピングして前処理をして、まあ、エアフローでそれを動かして分析可視化までしましたっていうのを自分、えー、を追って紹介したいと思いますちょっと失礼はいちなみにここまででスライド20枚ですはいでまずスクレイピーえー、とスクレイピーちなみにご存知ないしは使ったことある方ってどれぐらいいらっしゃいますか あとさっきマネーボールを読んだこと見たことある人っていうよりは若干多いくらいですねはい <laughs> えっとですね簡単に言うとですね、まあ、ウェブサイトの URL とかを元にしてクロールしつつスクレーピングしてデータを保存するためのフレームワークですとで一言で言うとですねこれはなんかあの Python でいうとこの Jango とか Ruby でいうとこの RubyOnRails みたいになんかそのある程度そのフレームワークとして型が決まっていてでその型に基づいて作っていけば割とざっくり作れますよっていうまあ比較的便利なフレームワークです でこれらは、えーとまあ、スケジューラーとかユーザーエージェントとか HTTP ヘッダーうんぬんダウンロードうんぬんみたいなタイミングとかキャッシュの管理とかこれあの自分であのフルスクラッチであのスクレーピングの実装とかやったことある人はご存知かと思うんですけどこれなんか後で必要になると結構面倒くさいじゃないですか <laughs>。 その面倒くさいっていうやつをまあなんかいい感じにやってくれるというのがえとスクレーピーというフレームワークですよ。まあ、去年のパイコンでもスクレーピーの発表とかがあったと思うので、まあ、なんか探せば結構いろいろ出てくるんじゃないかなと思っております。本も出てますし、ねはい、で、えー、とスクレーピーの全体像はこんな感じで、えー、とまあこれを一個ずつ追うとちょっとあれなんで、えー、と詳しく見たい人はこの URL 見てくださいっていう感じなんですけどざっくりで説明するとですね スクレーピングの機能をほぼ活用できて自分でスクラッチする必要はないところ赤いところが開発者、まあ、自分自身デベロッパーが自分で設計をして作るところなんですけど基本的にはそのスクレーピングをする箇所あの URL を見つけてあの HTML の構造を追いながら、えー、と実際にスクレーピングする箇所とあとは、えー、とそのスクレーピングした結果をデータ保存する部分だけというのを、まあ、自分たちで書いていきましょうという、まあ、そんなことができますねという感じです。で えとスクレーピングの良いところとしてはスクレーピングとデータ保存の実装に集中できるというところが結構いいところでテンプル通りに作ったりですとかあとはデータ保存とかは割と好きな方法でできますと、はい、こいこふに書いてあるとおりですとあとはわざわらしいチューニングとかは先ほどのリクエストの実行感覚とかキャッシュ制御とか、まあ、そういったところとかは割とチューニングだけで事が足りますといったところです。うん でですね、このスクレーピングでの開発って結構注意するところがあってです、ね、これやったことある方はご存知かと思うんですけどこれセッティング BI の設定をデフォルトで使うとですね一言で言うと大砲ができるんですよあの中川砲ができちゃうわけですよこう恐ろしいんですよこれダウンロード間隔0秒並行リクエスト数16キャッシュ無効こ, <laughs> これあの間違えて倒しちゃう可能性もゼロじゃないので結構これはそう扱うと危険ですとなのでここはページに関しては慌てず人間らしくスクレーピングしましょうというのが結構重要なポイントですと。 いったところでこれはちょっとあとでスライド公開したときにじっくり読んでほしいんですけど僕は何をしたかというと要は人間らしく振る舞うためにキャッシュを聞くようにしたりとかリクエスト感覚とか並行数を調整しましたといったところであの、まあ、ちょっとサイトと喧嘩しないようにですねやっぱりサイトと人にはやっぱり優しくしましょうと人に優しくというところでやっていくのがまあ基本ですといったところですでこの先がですね独自で自分で作ったところなんですけど、えっと、前処理、まあセーバーメトリックス野球統計学の、えっと、いくつか指標があります えー、WOBAWRA、まあ、これは後ほど紹介してるんですけどあとは得点喪失能力なんとか9なんとか9は大体ピッチャーの安定度とか実力を測る指標なんですけどそれらを、えー、と毎回 Python のコードで書くのが若干面倒くさいだるいので、えーとまあ、それもなんかスクレーピーの保存とか,なんかそのデータを保存した後に定期的に走らせるみたいな必要もあったりとかしたのでどうしたかっていうと自分で、ね、もう PyPI でパッケージを作っちゃいました。で作ったパッケージがそのまま名前はセーバーってそのままなんですけどよくこんなビッグワードの名前残ってたなって自分でも感心したんですけど。 えーとまあググってもなかったので作ったのと、まあ、この辺の OPS とか RC とか WOBAWRA あとはまあちょっと懐かしのアダム断率まで全て計算してくれるパッケージを作りました。で、えー、とこれに関しては、えー、と使い方的には単なる Python のクラスなんで PIP インストールしてあとはライブラリをインポートしてこれ例は2013年4年前のダルビッシュの HR9 っていう9イニングあたりに打たれたホームランの数なんですけど1.1本は、えー、と平均よりやや多い方かな。 はい、完投したら一発打たれるぐらいの感じなんですけど。まあ、そういった計算が割とさっくりできますよと、いったところでございますと。はい、で、この次はですね。割とこれ、こう言及している、まあ、使われているとこ、ちょいちょいあるんですけど、言及している人は意外と少ないんじゃないかなと思ってるエアフローです。エアフロー、ご存知の方っていますか。使ったことあるか。方一気に減りましたね。五人ぐらい。はい、じゃ、まあ、今日は、なんかさっくりを。 他の方々は覚えて帰っていただけると嬉しいんですけど Airflow って何するものかっていうとなんかあのジョブ管理とか適切に実行する手段ってたい作るときってなんかジェンキンスとかランデックとかあとは Python だとルイージとか使うと思うんですけど、まあ、それだと似たようなもの、まあ、似たような、えー、とものですとい、えー、ったところで、えー、とこれはもともと AirBnB が作っている、えー、とまあフレームワークで Airflow っていうのは気流って意味なんですけど、えー、と現在はアパッチのプロジェクトになっていてオープンソースになっていて比較的コントリビューターも多いと。 いうものになっておりますとで長所としては結構高機能でスケジューラーとかあとはなんかこう失敗した時になんかもう一度ランスするよみたいなワーカーみたいなやつとかを、えー、と管理画面の GUI 付きで、えー、といい感じに作ってくれますと。で Python でほぼできていて、えー、Python3 系でも問題なく動くと。 あとは結構事例あの海外とかだと事例が多かったりするまあ日本でもちょいちょいあるんですけどコミュニティーも元気っぽいのでまあなんとか使えるかなっていうところで今回エアフローを使いましたとい <laughs> ったところなんですが結構このエアフローをいざ使ってみるとですねかなりつらみがございまして <laughs> つらみがですね設定が結構煩雑なのとあのエアフローあのコンフィグってやつに設定をすべて集めてるんですけどこいつが結構なかなか癖がある子だったりします。あとは 結構あの使いたいデータベースとかスラック連携したりとかいろいろやるとライブラリとかを追加で入れるんですけどこの追加ライブラリが下手に全部のるとちゃんと数えてないんですけど結構これがややこしくてですねあとはですね何よりもちょっときつかったのがちょっと設定を変えたりとか何かするたびになんかあの僕はあまり使い方を理解してない可能性もあるんですけどなんかその。 ちょっと何かやるだけで設定のやり直しとかあとはデータベースのマイグレーションをし直したりとか結構辛かったですといったところですね僕の中では正直これ気流のように流れて作れるのかなと思ったら案外あのちょっとしたあの内容で吹きになるっていうこうタービュランスっていう乱ラン気流ですねちょっと気流の乱れがなので揺れてますみたいな本当に揺れ揺れで結構苦労しましたで苦労したやつをそのま,まあま人類の負の遺産として残したくないなと思いまして、えー、とある程度使いやすい形にしてどっかイメージにしましたで えとこれに関しては詳細はこの辺の、まあ、自分でもブログクを書いたんでこちらをご覧いただきたいんですけど、えー、とまあなぜこれをなんかイメージにしたかというと、まあ、二度と同じ苦労をしたくなかったからあとはそれをまあ人類の負の遺産として残したくなかったからと言ったところですと。はい、で、えー、次が分析とかしかこれに関してはジュピターとリダッシュの話なんですけど、えー、とまあこの辺はなんか割と皆さんもネットで見たりとか本であったりとかするところだと思うんでさらっといきます。 えとこれは分析とか可視化ってライブラリとかクリームワークって使いどころっていうのはやっぱり目的とか何をするかによって分けるべきだと思っていて私の場合は定期的に見る指標なのかそれとも何かの実験をするべきなのかによって使い分けています。で定期的に見るものって変なし今回マイスケールにデータ保存してるんで s q l 叩けば終わっちゃうので、えー、それに会社わせは離シしでいいでしょうとであとは凝った可視化をしたいなとか実験したいなっていう時にはなんか s q l を書くだけじゃなくてなんか途中で別のデータとかと ジョインしたりですとか、まあ、なんかそういったところも発生したりとかすると思うので、Jupyter を使いました。で、要はこの辺はえっ、ー、と特性に合わせて適材適所でやればいいかなと思っていて、まあ、だるいことはなるべくやらないようにしましょう、楽しましょうというのは結構重要なポイントかなと思っています。はい。で、えー、ここまで作ったんですけど、今後の計画としては、えっ、ー、とちゃんとプロダクション運用したいなという、今回ちょっと Kubernetes とか使えなかったんですよ、間に合わなかったですと。あとはデータセットをもうちょっと増やしたいですとか、 あとセーバー自体がですね単なる計算パッケージなんでえとこれは本当はちょっとパンダスのデータフレームとかあのそういったところでナンパイアレーとかできる方が賢いなと思うのでちょっとそれは作っていきたいですとあとはその分析結果を今日みたいなえとカンファレンスももちろんなんですけどブログとかで紹介したりですとかあとはですねやっぱりスクレーピングが結構ですね書くのもつらいしいろいろあれなんで誰かデータ提供してくださいって <laughs> 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 いうところではいえとここまでであと15分かな15分ですかね ちょうど半分。じゃあここまででまあパイソンの話は終わりですと,、えー、とこの先はですねやっと皆さんが多分好きであろう、まあ、野球のお時間ということで、はい、ここから先はですね多少難しい野球の話をした後とに投球学の話をしたっ、えー、とに本日のケーススタディの消えた4番の話をしたいと思います。はい で野球を科学する技術、ひ、えー、と一言で言うとセーバーメトリックスっていろいろ指標が山のようにあるんですけど、その中で今日は、えー、っとライナーウェイツっていう考え方で LWTS っていう考え方を紹介したいと思います。まあ、得点期待値、得点価値、まあ、ラインエクスペテンシーとランバリュー、あとは得点価値を、まあ、ランバリューを元にしたセーバーメトリックス指標っていうのを実際は使ったりするので、この WOBA と w r a っというやつを、まあ、なんか覚えて書いていただけたら嬉しいですと。はいで えっとまず最初に LWTS、えー、ライナーウェイツなんですけどこれに関しては何かというと一言で言うと野球ののプレーを得点に置き換えて評価すするための手法で,すでこれは手法自体は、えー、っともっと細かく細分化されていくつかあるんですけど大雑把に言うとですね野球っていろんな状況があるじゃないですかあの3つのアウトカウントとあーごめんなさい、えー、っと3つのアウトカウント、えー、っと8つのランナーの数まあ 3×8 で24通りの状況が発生するんですけどその状況ごとのプレーを記録して平均した数値をもとに、まあ、プレーの価値というのを測っていきますと。でこれらを得点に表して表現するために得点期待値とは得点価値っていう考え方がもっとありますのでこの辺の話が結構長いので、えー、とさっくり知りたい人はウィキペディアを見ていただくかあとは野球統計学の本を買って読んでいただけるとなおありがたいです。も、ま、も、あ、もちろんん会場に私いいるので質問しててらっても構いません で得点期待値と得点価値っていう考え方これはちょっとかなりややこしいんで本当にさっくりの説明なんですけど得点期待値は先ほどお話ししたその24投の状況を分類してそこからスリーアウトを取られた野球ってイニングチェンジするじゃないですか相手のチームに攻撃の順が移ると思うんですけどそれまでに取れる得点というのを、えー、と平,均平均して出す出して期待値として表すというのを、えー、と得点期待値と呼んでいますと。はいでえー、とその得点期待値ってその例えば えーとノーアウト二塁から、えー、とヒットを打ってその次の打者がヒットを打ってノーアウト二塁がノーアウト一三塁になったら得点の価値って上がるんですけどそれが例えば三振になったりとかしたら得点の価値が下がるんですね期待値が下がるんですねでその期待値の上げ下げとかを地味にこう記録して評価する考え方というのがあってそれを得点価値ンバリューと呼んでいます、まあ、これもウィキペディアを見てもらった方が早いかなっていう感じなんですが。 そんな中でですね、セーバーメトリックスの指標では得点価値をベースにした指標を用いることはかなり多いです。で、えー、とその中で二つあって、まずは W O B A という指標があって、えー、とこれはウェイテッドオンベースアベレージ、えー、と日本語では思いつき出塁率ってよく言われるんですけど、これは何かというと得点価値を元に、えー、と出塁率の数字、まあ出塁率でだいたい えとアウトにならない率なんですけど3割からえと高い人で4割5分とかそこまでの中でスケールするんですけどそのスケールの幅にいい感じに合わせた上で得点にどれだけ価値あの得点価値を出しているかというのを出せる出る率が WOBA になります。でこれが分かると何が嬉しいかというと一打席あたりどれだけチームの得点増加に貢献したかというのは割と一目で分かりますと。で結構これはメジャーリーグ日本のプロ野球ともにかなり重要視されている指標です。ちなみに言うととのコードで書くと セイバーっていうメトリックスでライブラリ書いた時には大体こんな感じのすみませんちょっとややこしいんですけどいろいろ係数とかを得点価値に基づいた係数とかをかけたりとかして足したり割ったりとかしていい感じにやってるって感じですね。でそれを出塁率ではなくて本当に純粋な得点として表すみたいな考え方もあってそれが WRAA ウエイテッドランボールアベレージ打者の打撃貢献度っていうんですけど。 えとこれに関しては計算式を見てあって思う方もいるとは思うんですけどその打,席数とかを打席数とかリーグ平均の WOBA をいい感じにかけたり割ったりすることによって WOBA 思いつき出塁率の価値を得点に戻してるって感じなんですね。で得点に戻してえと並べ替えることによって評価できるでしょうという考え方は w r a です。で w r a の実装は WOBA が難しい分まあ w r a は単純に見えるんですけど。 リーグ平均 WOBA っていうのが結構出し方が世の中たくさんあって大体面倒くさい時にはここになんかこうスケール1を書いてからスケール点2 4えっ、ー、と大体リーグ平均が出すの面倒くさいっていう時には3割2分ぐらいで収めることが多いらしいです。はい、あと10分かな、はい、といったところでここまで割と進出するような話をしたんですけどまあ要は何のことか分かんないっすよねっていう <laughs> 難しいいいか減にしろと分かりました。 ということで確かに難しいのでじゃあこの、えー、これらの指標を使って最近のプロ野球の事件を、まあ、ケーススタディとしてまあ解説したいと思います。これは今回分析基盤で、えー、と集めたデータをより可視化したものの、まあ、一つの成果となりますと、えー、ある日8月23日広島のスタメンを、まあ、広島ファンの方っていますかこの中でお意外といる意外といる8月23日広島のスタメンってこんな感じだったじゃないですか。 ね、強そうですよね結構ねエルドレッドがいないのは何でかちょっと分かんないんですけどところがですねこのスタメン表にあの試合中にですね思わぬ事件が起きますあっ4番が消えた <laughs> まあこういう感じですよねあの外野守備で走ってジャンプして取っ,ったのかな取ったのか取ってないのかは取ったっけ 取っ,、ねはい、って着地に失敗して骨折して人体も痛めちゃって今季絶妙になっちゃったという、まあ、鈴木誠也という日本代表のライトでもあり、えー、と広島の4番打者がいるんですけどその4番打者が残念ながら消えてしまいましたとで消えた後のとある日の広島のスタメンを見てみました、えー、こんな感じですと、まあ、4番に松山がスライドしてあとは1個ずつ上に上がってあとは8番にえと野間というえとライトが加わっていますといったところでじゃあえとここでですね えと家庭でまあちょっとした課題を作ってえと分析してみました鈴木が出ていってノマが入ってそれが1週間続いた場合広島打線の得点力がどう変化するかっていうのを w a r a で解いてみましょうとただ一応断っておくとノマが別に毎日スタメでやってるわけじゃなくて実際はあの日替わりですはいますが評価方法はえとそういったところで言うと鈴木誠也が抜ける前の 週週間間ののデデーータタと抜けたた後の1週間のデータを比較しましまで仮定として抜けた穴をなんかお方的にって書いてあるんですけどまあそっとしておいてください一方的にですね一方的にノまネ代入しますまあ好きあらばノまっていう言葉があるらしいんですけどはいでそれはググってくださいえっ、ー、と比較の指標は WLAA を使ってあとは規定打数にしちゃうと選手の数は少なくなっちゃうんで、まあ、200打席以上出てる人は積み上げしちゃっていいでしょうということで。 えと200打席以上にしましたとまあでも隙あらばのまなんでのまだけは200打席未満なんだけど特別に入れましたとでちょっと集計をしくじって8月30日分だけ抜けちゃったんですけどまあ何となく評価可能だったんでそのままやりましたで、えー、とまずはリダッシュで、えー、とグラフ化して可視化しましたえっ、ー、とこれ見方としては横軸が日付で、えー、と縦軸が WRA でえっ、ー、とあれですね向かって左側がせいやがいた頃右側が30日ゃかけてる分がせいやが抜けたと。 隙あらば野間の頃ですねで離脱前の WRA は広島 WRA の合計はだいたい日の平均あたりは120を超えてるんですね大体いい200打席以上打席に立ってたら220点分の価値を出しているところがどっこい,い鈴木誠也が抜けた後は結構痛くてですね、まあ、野間がインした後は WRA 合計は90ちょいですとで w r a ってゼロが平均よりやや劣るで 10ぐらいになるとスタメンで3040 30超えるとかなり強いっていう感じなんですけど野間の WRA がマイナス4とか5ぐらいでまあ要はスタメン以下なんですよねまだ,まだ若いですしいや、えー、と鈴木誠也の方が若いんですけど、えー、と <laughs> 鈴木誠也は大なんかすごい数字を出して三30とか40とか出して,て、ねまあちなみに言うと広島で一番 WRA の価値を出しているのが、えー、と丸ですねセンターの。 僕の中ではなんでこの人が侍ジャパンの代表に入んないのかっていうのがよく分かんないぐらいにすごい素晴らしい選手だと思ってるんですけどあの、まあ、彼が一番高いですと言ったところが分かりましたと。で同じかしかを試しにジ u フ i t e r であと最近ちょっと流行り始めた「フォロビューズ」っていうやつでちょっと軽く書いてみたんですけど、まあ、ちょこっちの方がちょっとグラフが見にくくて恐縮なんですけどこっちでやってもまあなんとなく同じ感じで結果はまあ同じでしょうと。 ちょっと見にくくてしょうあの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 あれなんですけど、まあ、結論から言うとですね大体、まあ、離脱前の WRA が120ぐらいで離脱後が80から90ってことは大体、まあ、30%前後、えー、とチームの得点力が減りましたとでマイナス要因は、まああのまあ、4番打者が消えた野間、えー、が順調に WRA でマイナスしているとまあこれは家庭の問題に沼にしちゃったんで実際は沼だけは下げてるわけじゃないんですけどそれだけは断っておきますファンの人ごめんなさい <laughs> はいたまたま野間が下タにしやすかったというだけですはい という感じでしたとで今回はちょっと離脱の方がやりやすかったなっていうとジュピターのまあちょっとホロビューズとかそのまだマットプロットリブの使いこなしっていうのは僕はちょっとまだできてないなっていうところでそこはちょっとお気,あのお気持ちとしてありますと言ったところで答えは鈴木誠也離脱で得点率が30%低下する理論上はなんですが、えー、実際はどうだったか気になるじゃないですか実際の広島はですねあの鈴木誠也の離脱を関係なく調子が良すぎますと。<laughs> あの抜けてからの昨日までの成績が14試合で9勝5敗6連勝中で得失点差プラス20で、えー、と実際に勝率 6, 6割4分2厘で、えーとまあ、のあの後付けの結果になるんですけど予測勝率ピタゴラ勝率という予測勝率で出した結果も6割6分2厘と、まあ、結構なことになってますと。でじゃあ30%の得点低下をあの失点で減らしたのか得点で増やしたかによるとなんですけど今回はちょっと得点でどう増えたかっていうのをちょっと注目してちょっと簡単なグラフにしてみました。 でこれに関しては WOR23 日か九9月7日までの WOBA 思いつき出塁率の推移で見たんですけどこれ下の方ですね下の方だけに結構上がってる人をピックアップしました。で大体ですね松山隆平と安倍と,、えー、と相澤が、えー、この3人がですね割と,、えー、と鈴木誠也が離脱した後から徐々に得点効果を出してる。松山に至っては確か3割 2月前が3割3分だったのが今3割8分とかなんか多分これ広島の試合をずっと見てる方とかはああなるほどっていう結論だと思うんですけど、はい、っていうところが分かりましたよといったところで、まあ、結びとしてはまあ一言で言うとですねまあまあそらそうよっていう <laughs>、はい、聖火が抜けたらそらそうよということでで何が分かったかっていうと。 まあ、あのこういったことでですね得点期待値とか得点価値をまあひ、まあ、いては WOBA とか WRA を用いることによって、まあ、データについてファイソンで客観的かつ視覚的に結構説明ができるんじゃないかなということが分かりましたと。でとはいえ 現実の野球も無視しちゃいけなくてあくまでもこれって僕がやってる野球の分析とかデータの分析ってあの机,上の野球机の上での野球コンピューターの上での野球でしかないので現実というのはも,もうちょっと異なってきますと <laughs> 異なってくるので30%の得点低下を無視しても、えー、とマジックを減らし続けるっていう広島はやっぱ怖いなと思いました。で、えー、とこれはまだ作ったばっかりのやつで分析基盤が。 なんかそのまだまだ面白いことはできそうだなっていうのがあるのでまあ引き続きこれもやっていきたいなと思うのと,えと今日これ特に今年のパイコンのテーマってあのアウトプットフォローだと思うんですけどえと私はこういった形で Python と野球という形でえと登壇をしてアウトプットを出しましたとであの皆さんも既にフォローされてる方もこれからフォローされる方もおるといるとは思うんですけどえとこの内容が Python 的ないしは野球的ないしは両方とかで面白いって思ったらできるところから真似していくっていうのは結構えと僕からすごい。 伝えたいメッセージでもあります、まあその真似すること、まあま、あのよく学ぶは真似ると言うとは思うんですけどそこ,にかそこは、えー、と私なりに思う、えーとまあ、アウトプットフォローなのかなといったところで、えー、っと締めたいいいと思いますはい、で実はですねこの基盤を作ったり分析のやつをやるのって結構去年のパイコン終わってからやったんで1年ぐらいかかってるんですけどこの1年間の間で,ですね、まあ、所属しているレッティ、まあ、ここにもロゴがあるんですけどはい。 まあ,レッティあとはえと途中でいろいろとまあ壁打ちとかをやらせてもらった Python ミニハッカソンパイハックとか川崎ルビーとかあとはこの中間これ実はあの熊本で割と中間成果とかを結構真面目に発表したりとかしたんですけどまあそこでのフィードバックでだいぶ成り立ってると,いところもあるのでまあ,あとはもちろん今日いらっしゃる会場の皆様とかライブを見てくださってる方々にまあ本当に感謝しかないですといったところではいえ真面目に締めっぽい話で終わるのもあれなんで最後2分ぐらい残ってますよね。 軽軽くく見せます軽くですでがこれがその画面なんですけど今回はリアッシュなんですけどねあ見せてるやつはこんな感じですねはいまあえっ、ー、とせや、まあ、結構33とか稼いでて丸とかまあ丸も同じぐらいかな、まあ、結構強いですねっていうのが結構分かったりですとかあとは今回没ネタになったものをお見せすると ボ,ーツ,ネタボーツネタはですねホークスとかホークスの WRA をゼロ基準に並べてみたら結構柳タがすごいとか巨人は意外と翁台官頑張ってるんじゃんでまあちょっとあのユニフォームを着てさしてほしいんですけど多少悲しいんですけど <laughs>、はいまあ、この人とかは割といつも通りだねとか、はい、でもなんかネタとしてまとまらなかったんで今回はちょっとやめにしました。はい、といったところで、えーと 本年の野球の発表はこれにてお開きにしたいと思いますちょうど時間通りですねはい以上ですありがとうございましたありがとうございましたスピーカーに拍手をお願いいたします,あり,ますありがとうございましたスピーカーに拍手をお願いいたしますありがとうございます しばらくあの僕この格好でいるので質疑応答とかる方は捕まえてください。